しております。申し訳ありませんが、現金をお持ちの方貸していただけないでしょうか。よろしくお願いします。あと今日ヘリコプターで飛ぶ人いるのかな。ヘリコプターで飛ぶ人誰ですか。本店役割は現金。電源は失われ、2号機と3号機にも迫るメルトダウンの危機。原子炉を冷却するためには車のバッテリーをつなぎ合わせて弁を動かすしかなかった。しかし命綱のバッテリーを買う現金すらなかったのだ。ようやく10時間後、本店から、相当多額のお金を持ってオフサイトセンターに人に向かわしています。はい。オフサイトセンターに現金がある状態が今晩ぐらいから生まれるんで、ご活用ください、はい、お願いします。それは借用書書けば貸してくれるってことなんですね。信用貸しといたしましょう。はい、はい、わかりました。お願いします。ありがとうございます。ところが、すでに第一原発から20キロ圏内には避難指示が出ていた。近くには開いている店がなかった。私どもも地元で調達しようというふうには努力してるんですが、なんせ岩国に行くまで6時間ぐらいどうも今かかっているようなんで、ぜひ本店さんにもご協力いただけたらと思いますので。今日うちの方で岩国方面にバッテリー買いに行ったんですけども、はい、ちょっとどこも買えませんでした。明日また買い出しに行きますので、ホームセンター等で手に入るようなもので何かご希望のものがあればリストを持って、まあ口頭では構いませんから、資材班の方までお越しください。物資の補給はホームセンターへの買い出し。世界最悪の原発事故現場とは思えないやり取りが続く。第一原発ではすでに1号機は爆発、2号機でも原子炉を冷やすため海水を注入する必要に迫られていた。しかし内部が錆び廃炉になる可能性があるため、東京電力にとっては最後の手段と言えた。苦渋の決断ということでしょうか。とにかく安全を今できることをやるということで、そちらを最優先という判断。東電幹部はあくまで安全確保を優先し、海水注入をためらうことはないとしていた。だが実際は、本店から射出が欲しいんですけど、2号のですね、海水からいきなりやるようなふうに聞こえてきていて、これは海水からやりますよ。いきなり海水っていうのはそのまま材料腐っちゃったりしてもったいないので、なるべく粘って真水を待つっていう選択肢もあるというふうに理解していいんでしょうか。理解していけなくて、今から真水というのはないんです。時間が遅れます。また言いたいのは、真水でやっといた方が要するに塩にやられないから、後で使えるということでしょ。そういうことです。この後に及んでも第一原発を再び使おうと考えていた東電本店。これに対し吉田所長は、圧倒的に多量必要な時にやっぱり真水にこだわっているとえらい大変なんですよ。はい。この状況でいけばもうこの海水でいかざるを得ないと考えてると。それでも諦めきれないのか、東電本店側は1時間後にも、いかにももったいないなって感じがするんですけどね。ああ、いや、もう今から水源切り替えてたらもうそれこそ時間がいくらあっても足りないということ。他にもビデオによって浮き彫りになった姿があった。もう一つニュースが入りました。福島第一原発の3号機で先ほど午前11時1分水素爆発が発生しました。3月14日3号機が爆発した直後、東電本店内では、本日11時1分に3号機原子炉建屋で再度大きな、まあこれ大きな再度はいらないですね、大きな音が発生し、白煙で発生しました。1号機に続く建屋の爆発、広報文や会見でどういう言葉で表現するのか迫られていた。要はさ、1号機を3号機に変えただけだって言うんでしょ。それで、水素爆発かどうか分かんないけど、もう国がなんかファインが水素爆発と言ってるから、もういいんじゃないの、この水素爆発で。可能性ということで、
ホワインがさ、さっきテレビで水素爆発って言ってたけど、水素爆発でホワインのやつは言ってたと思うんだけど、ちょっと誇張した方がいいと思うよ、はい、じゃあ水素爆発だけで絞ってよろしいですか。最後は清水社長が後押しした。いかがでしょうか。はい、あのいいです、これでいいから、はい、もうスピードゴーサインです。スピードショー。そして実際この直後に開いた会見では、実際にどこが爆発をしたかということについては、確認をしておりますので、確認ができ次第速やかにご報告申し上げます。またこの爆発、水素爆発ということでございます。事故当時の混乱ぶりなど映像から初めて分かった事実も多い。政府事故調や国会事故調も最終報告書をすでにまとめているが、何を教訓として学び今後に生かすのか。例えば国会事故調は国会に新たな調査委員会を作るよう求めているが、国会には具体的な動きはない。